こんにちは。お天気をお伝えします。こちらは今の札幌の空の様子です。今日は朝からどんよりと曇り空となってパラパラと弱い雨が降っています。今日は札幌市内の小学校などで入学式も行われますが、あいにくの天気となってしまっています。では今日の天気のポイントはこちら。この雨、午後は本降りとなりそうです。風も強まって横殴りに降るところもありそうです。では今の小樽の様子です。こちら雨が降って人も傘を差しています。今の気温は 9.8 度。では今日の予想気温です。昨日と同じくらいか4度前後低いところが多くなります。小樽と札幌で14度、帯広は昨日より6度低め、釧路も5度低くなりそうです。雨や風で体感的には少しひんやりと感じそうです。続いて午後の天気です。道内各地に傘のマーク、道北や道央、道南を中心に今夜にかけて雨傘が活躍しそうです。風が強いため傘は飛ばされないように気をつけてください。道東でもこの後夕方まではにわか雨がありそうです。では雨と風の予想です。画面は正午、日本海に低気圧の中心があって活発な雨雲が広がっています。午後になりますと道南や道北を中心に黄色いエリアが広がってザーザー降りの雨となりそうです。さらに10メートル以上の強い南風が吹いて横殴りの雨になるところもあります。夜になれば雨は止みますが強い風が残りそうです。変わって今の釧路の様子、雲に覆われていますがまだ雨は降っていません。では週間天気です。この先金土日曜日まで曇りや雨のぐずついた天気となりそうです。明日の雨は太平洋側で強まり、まとまった量の雨を予想しています。土曜日の雨は雷雨になる恐れがあり、日曜日は峠道やオホーツク海側では雪になりそうです。この週末の外出は冬タイヤが必須となりそうです。月曜日になりますと晴れて一気に気温が上がって暖かくなっていきそうです。以上、お天気をお伝えしました。